ハロー YouTube。 はい、どうも、おもてなし太郎です。今回はね、こちらのプレイステーションプラス、これの利用券3ヶ月分っていうのを、コンビニで買ってみたんで、これをね、登録していきたいと思います。まあ、これね、皆さんやったことある人がほとんどだと思うんですけど、まあ、僕的にはね、こういうの初めてなんで、まあ、忘れないようにって感じでやってみたいと思います。はい、まずこちらのね、裏をコインでこうやって削っていくっていう感じですね。こうやってね、見せられないっていう。はい、というわけでプレイステを起動して、この画面ですね、最初のホーム画面、でここの、一番左このストアってやつですね、これを丸で押して、これをね、こうやって下げていくとですね、一番下から2番目ですね、ここにコード番号の入力っていうのがあるので、これを丸で蹴って、でこの12桁のさっき削って出てきたやつですね、これを入れていく。これ大文字とかもあるんで気をつけた方がいいですね、これね。はい、入力したら、続ける。これハイフンとかはいらないっていう感じですね。はい、で、これですね、プレイステーションプラス3ヶ月利用券プロダクトコードを受け付けましたっていう感じで、これで確認ですね。これで購入手続きへ進む。プロダクトコードが引き換えられましたで OK ですね。はい、でこれで一番左にこのプラス、プレイステーションプラスマークがついてるところ、これを丸でクリックして、まあ、ここで一番右ですね、一番右の加入状況を確認する。これで、定額状況ですね。はい、ここで契約期間の開始日と、終了ってやつですね。まあ、これで3ヶ月反映されてて、利用状況が利用中って感じになってるんで、でこれちょっとね、自動更新っていうのはちょっと僕わかんないですけど、特にクレジットカードとか登録してない場合だと、多分このもう一回買ってチャージしていかない限り自動更新にはならないとは思うんだけど、気になる場合は一応無効にしておきましょうかね。特に僕口座とかねは登録してないんで、借り物のプレスなんで、多分これで3月10日まで行けますって感じで、まあ、これはいにしておきますかね、一応ね。なんかこれ意見過ぎた後、ただ手動で更新したいと思ってるって感じで、で無効にするっていうね。はい、というわけで多分これでできるようになったなっていう感じで、まあ、これで GT スポーツがね、なんかいろいろオンライン対戦とか、まあ、他のゲームとかもまあオンライン対戦とかね、まあ、いろいろ楽しみが広がるなって感じで、とりあえず3ヶ月ね、きっちり遊んでみたいなと思います。こんな感じで思ってた以上にすごい簡単に反映できたので、コンビニで買ってきて、このコード番号を入れたらもうすぐ反映されてたんで、すごい簡単ですね。まあ、これはまあ一応忘れないようにやったけど、まあ忘れることはないかなっていうぐらい簡単でしたね。というわけで、皆さんもやったことがある人がほとんどかなって感じですが、もしやったことない人は参考にしてみてください。というわけで、まあこれからもいろいろね、プレステ4の実況とかいろいろやっていきたいなと思いますんで、よかったらチャンネル登録とかよろしくお願いします。というわけで、以上おもてなし太郎でした。またねー。